誰のためじゃなくて応援してくれる人、家族のためとかいいけど、全部そういう人たちが喜んでいる姿を見たい、自分のためで、執着心ですね。いや怖いですねもう10年ぐらい前に練習を何回かさせてもらったことあるんですけど、えぐい蹴る蹴るなってこの子強くなるなって僕本当思ったんですよ。まさか自分のね前に来るとは。僕らがやるのはキックボクシングなんで、空手の経験はすごいなって思うけど、それに対して臆することはないです。コンディションバッチリですね。みんなの代表だと思ってるんで、精神科医科の代表としてみんな背負って必ず勝てる。ベテランの選手なんで、まあすごく上手い選手だなっていうふうに思ってます。すごく自分も尊敬してるんですけど、まあ、リングに上がって試合の時はリングから無事に降りるのが目標っていうふうにおっしゃってたんで、まあ、今回は無事には降ろさせない。